あ、なにこれ。体重減ってきてる。食べる量が減ってる。減ってるって老化じゃない？それもある。変わってきてるでしょ、あの食欲も。今まで好きだったものがあんまり食べたくなくなったり、量が全然。あと 4,5 年ぐらいで考えといてね、うん、どうするか。今はまだ頑張るけど。シュートを決めます。そして渡辺さんの漢字違いの渡辺優太がコートへ。3度目の日本人
さっき全部半分に二つにしたい時って全部切らなくてもいいんだよ。あ、向けばいいなと。あ、間違えちゃった、反対だった、こっちだった、結局切らなきゃ間違えた、結局じゃ、だからそっちを先に切ってそう、こっちだけ先切って、そうそうそう、わかるよ。そしたらあのバラバラにならないんだよって言って、こうやってバラバラ残念、失敗しちゃった。聞くの方をね、どうもなんないもんねそうなんだ、何言ってまんねんって話で、そういう時ちょっと見えないのあれだよね、その反射してみるしかない、ね、そうなんですよ。あ、やだ、これ切ってないじゃんダメダメだね、もう違うこと考えてるから。何考えてるの、いろいろ忙しいのさ。あれジープロックかな、入れてもいいんじゃない、もうちょい普通でも、あれじゃない、でもやっぱり久しぶりに一泊したら積もる話もあったんじゃない、結構孫みたいなみたいなさ、うん、諦めてんのか、もうそう、ね、俺がもう、ね、そういうゲイみたいな、今さらそんなさ、自分たちがさ特別扱いされたいとかそういう気持ちがっていうことじゃないんだけど、俺には俺の人生もあるしさ、俺のことなんだと思ってんだろ。ちなみに3人で暮らすのはありなのなしだ、もう一回3人で話すめっちゃむずくないっていう可能性もあるんじゃないかな。どうやったら丸く収まるんだろうって思っちゃって、最初はさ、なんか穏やかな始まりだと思う、お互いが進むさ、うん、